はい、ゆっきーでーす。今回は、出演動画。今回は久々に、こちら買ってきました若葉でございます。値段が、いくらか忘れた。320円ぐらいじゃない ?320 円ぐらいやろな。タールが19ミリ、ニコチンが 1.4 ミリの、タバコです。こちらはね、リニューアルしてから、確かソフトパック、このさ、なんかフィルムがついたんじゃなかったっけ、ね、確かね、それ以降ずっと吸ってなかったっすね。それでは吸っていきましょう。まあ、若葉は非常に辛かった思い出が、以前吸った時にね、ありますが、まあ、タールが19ミリなんで結構っていうかかなりきついっすね。若葉と。これも加湿したらまあうまくなるんちゃうかな。320円です。癖のないソフトな味わいと香りが特徴。うん。いて。結構きついっす。うん。なんていうかな。まあ、結構、酸味が強くて、酸っぱい味ですね。うん。結構、きついっす。うん。きついけども、まあ、ぶっちゃけた話、いわゆる、メビウスとかに比べるとね、全然ね、こっちの方がね、メビウスは結局吸ってて面白くもね、何の風味もね、ケントとかもそうだけどさ、タバコなんですけど、こっちは結構、きつくて、酸味が強いんで、うん。吸ってて、まあ、面白くないことはないですよね。全然、タバコの味が結構ダイレクトに来るんで、うん。まあ、若葉ほどあれだよね。タバコ葉の、そのなんか辛いタバコを、タバコ葉って多分何使ってるかわかんないけど、まあ、うん。これほどガツッときて味が、こう、なんか酸味が強くてさ、まあ結構吸いづらいんですけど、まあまあまあ。まあ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 。別に、これで320円って言うんだから、メビウスとかね、に比べたら、全然ケントとかメビウスに比べたら、あんなクソみたいなもんなんで、全く吸っててクソつまんねえタバコなんで、それよかもね、個性が強い、ね、この若葉の方を俺は選びますね。でも酸味がほんと強いっすね。うん。ウィキペディア見ましょう。
いわゆる旧産休品と呼ばれる製品の一つ。まあ昔なんかね、噂になったんですけど、ゴールデンバットはなんか、他の、あの葉っぱのタバコ葉のクズの寄せ集めとかね、言われてましたけど。まあ、あと、タバコの葉っぱの葉脈の部分を使われているとかさ、あの、中央の太い筋の部分が使われてるからなんかまずいだとか、なんとかよく言われてましたけどね。うん。全国販売されている旧産休品タバコの中では唯一のロングサイズである。うん。まあ、これはね、全国販売されているっていう、あれですけどね。あの、沖縄限定のウルマとかバイオレット。こちら、特に俺が大好きなのがバイオレットが大好きなんですけど、あれはもはや、安タバコの中とかのレベルじゃなく、普通にクソうめえタバコだと俺は思ってるんですけどね。まあ、沖縄限定なんで、うん。ちなみに、まあ、ちょっと遅いですけど、平成24年度の4月から9月の販売実績は10位を記録と。まあ、結局のところ、あれですよね。タバコの税が上がって、値上げしてから、まあ、注目されるようになったっていうタバコですね。フィルター付きの紙巻きタバコとしては、ロングピースに次いで、タールチの多いタバコである。うん。まあ、19ミリってなかなかないですよね。確かに。ハイライトですら17ミリなんで。ハイライトより2ミリも強いというタバコですよね。ちなみに販売年月日が、1966年の8月の20日と。やから、まあ、50年以上続いてる。タバコということですね。あ、バイオレット吸いてえなー。もう多分、今売ってねえんだ。てか、まあ、いや、売ってるんだろうけどさ。まあ、限定やからな。沖縄限定やからな。あ、なくなったんだっけ。あ、そうだ、バイオレットもうなくなったんだった。あー、しまったー、忘れてたー。そうだ、忘れていました。そういえば最近、バイオレットが廃盤になったんだった。ウルマもそうだけど。ウルマとバイオレットが、2004年に、あれ違うな。これいつ販売終了になったんだ。あれ、ウルマとバイオレットって消えたんだっけ？それ、確か消えた気がするけど、気のせい？あれ違うのか？バイオレット、カッコ、タバコってこれ、もう、販売終了したんじゃない？違うのか？あ、まだ売ってるんですかね？うん。ただ、どこも売ってない。感じですか。なんか一番有名なさ、サクランボっていうタバコのさ、販売、じゃあ、紹介みたいなしてる、さ、インターネットのサイトで見る限りだと、なぜか、なくなってますね。ウルマとバイオレットって消えたのかな？さっぱりわかりません。謎です。販売終了なんてこれ聞いてねえけどな。販売はしてるんじゃないか。ウルマとバイオレットね。現在もね。ウルマはマイルドなんですよね。で、バイオレットはハイライトの、似たようなやつなんですけど、味が、ラムチャックをされてるんじゃなかったかな、あれはな。
うん。これはね、まずくはない。辛いんで、まあ多少人は選ぶんですけど、まあ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 。まあ、これで320円だったら、まあ、加湿すれば、基本的にね、タバコをね、加湿、こうやって、タッパーに入れてね、ちょっと、加湿してやると、マイルドになるんで、そうすれば全然吸えるんじゃないかと。美味しく吸えるタバコだと思います。四つ星、ご視聴ありがとうございました。